吉澤陸です。 BMC が臨時休業期間中にご自宅で行っていただきたい筋力トレーニングの動画です。本日はプッシュアップの2回目、腕立て伏せ1回目はワイドでやりました。胸に効かすために狭くするとどうなるのか、ね、腕をねこのような形で脇を締める状態で行いますと、上腕三頭筋といいまして、こう二の腕の後ろ部分ですよね、ここの筋力をアップさせることができます。引き締めることができます。私たちはねパンチを打つ格闘技をやっていますから、やはり普通の通常のワイドのプッシュアップよりもこう狭くする方、しかもパンチに似せるね近いために近いトレーニング動作もする方がいいと思ってますから、拳でこのように剣立てっていうのをお勧めしてるんですね。これ上げるときにですね、こうなんか脇が開いてしまうとか、下ろすときに肘が広がってしまう、ずっと同じこう幅で行っていただけるようにしていただきたいということですね。で、やはり腕の後ろっていうのはちっちゃい筋肉です。胸に比べるとね、部位的にはちっちゃいですから、女性の方はやはりこう足を伸ばしてやるっていうのは少しきついと思いますので、そういう場合は膝を立ててやっていただきたいですね。膝を立てて曲げた時にこう胸の横ぐらいに来るようにする、ね、これで二の腕引き締まります。この時注意するのは、お尻こう出っ張った状態でこういうふうになってしまわない、膝から頭が一直線になるようにする。もちろん男性陣はこうまっすぐ足を伸ばして行っていただく、これをぜひですねやっていただければな。